アーランが失踪したのそうよ姿は見ないしメッセージも返さない通信にも応答しないの彼を連れ帰ってきてから今までこんなことはなかったわもちろんよでもアーランの行き先は監視映像でもわからなかったわ監視システムはレギオンが侵入した時に破壊されてしまって まだ完全に復旧していないのその盲点をつかれたのかもしれない最後に連絡を取ってからもう13時間も経っているのよ普段は13秒以内に返事をしてくれるのにどうしても見つけることができなかったから防衛課の個人業務計画の記録を調べたのそしたらこれを見つけたのよほら最後の業務目標を見て 心に純ずる鏡と貸す我を変えるってすごく変だと思わないあははこ細かいことは気にしないで。はああ衛課に聞いてみたんだけど誰も緊急事態だとは思ってなかったの。それどころか。 アーランの兄貴はもう大の男なんですから個人的な予定があってもおかしくないでしょうなんて言うのようん <laughs> 彼らってば話が通じないのだからこのことはあなたに任せるしかないと思って秘密武器があるのよそれはペペ ええ私の愛犬なんだけど小さな頃からアーランが世話をしているから彼ととっても仲良しなのよペペはアーランの匂いをよく知っているから彼を探し出すことができるかもしれないわ一匹だけで行かせてペペも失踪したらどうするのよでも私がペペと一緒にこんなにたくさんいるスタッフの前でアーランを探したらどうなると思う 本当にダメよ防衛課の責任者である彼が頼りなく思われちゃうじゃないペペを連れて出発しましょう安心してペペは噛まないから。 本当ににここに来たのあ<っ>変ねどうしてあの人たらしのところに行ったのかしら彼を囲んでるファンを見ても理解できないあれこそが宇宙ステーションのこのスタッフはすごい大会優勝者の実力なのうーん私が直接行くのはちょっとカポーティから事情を聞くのはあなたに任せたわ。 実はあの時私はとても恐ろしさを感じていましたしかしこの心の中に依然としてある一筋の光が私を導いてくれたのですその光とは皆さんの幸せそうな笑顔ですよひゃあカポ様が思ってくれてるなんておやあなたはお久しぶりです 最近あまりうまくいっていないのですか複雑な表情のせいで眉間にシワができていますよほら皆さんと一緒に私の話を聞いてください宇宙ステーション侵入事件の時の話を振り返ればあなたの迷いは晴れるはず 半物質レギオンとすれ違ったとき心に浮かんだのは皆さんの顔でしたああ一生ついていきますカポ様うどうしたのです具合が悪いのですかどんどん顔色が悪くなって目が生気を失っていますが大丈夫ですよこのカポーティの趣味は。 迷える子羊を救うことですからこれからより一層強く精神的なサポートを行いますね半物質レギオンとすれ違った時心に浮かんだのは皆さんの顔でした正直に言いましょうあなたたちがいなかったら今の私はいません どうしたのです半物質おおあなたの心の迷いも晴れたようですねその眉間からある言葉が読み取れます <laughs> 視界が開けたとどうです私の話を聞くとエネルギーに包まれたような感覚になるでしょう <laughs> アーランさん もちろん存じていますよ宇宙ステーションにいるすべての人の心を照らすのが私の責務ですからしかし彼が今どこにいるかまではお答えできなくて本当に申し訳ない芝居がかった間とか声を張るタイミングとかすごく計算されている気がする皆さんもご存知の通り 私の人生の中で最も大事な言葉は理念です理念がなければ人と機械に何の違いがあるのでしょうかでもこの前は人生で最も大事な言葉は「輝き」だってかえってカボ様大百科を更新しろ今回の人生で最も大事な言葉はバージョン12.0のものだうんその ともかく私は嘘をついたりはしません正直に言うと私は最近アーランさんに会っていますし彼の居場所も知っていますしかしお許しください私は自分に誓ったのですこのカポーティーはアーランさんの秘密を誰にも漏らしたりはしないとねどうやら 私の人となりをしっかりと理解したようですね。以前、アーランさんが私のところに頼み事をしに来たとき、あなたと似た表情をしていました。しかし、答えは単純なものではありません。ましてや、彼にとって、あのような心に準ずる修行はもっと難しい。あの修行がどれほど困難か想像もつかないでしょう。 彼に協力してあの喋り方をするだけで疲れますし幸いなことにあうん何でもありませんカポーティのさっきの言葉アーラの業務計画にも書いてあったやっぱり何か知ってるみたいそそんなことは言ってませんよ あなたの聞き間違いではうん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 さっき言ったのは確か「人生は修行で心に従う必要がある」という言葉だったはずだからあなたが言ったようなアーランさんに関することは全く知りませんよあもうすぐ会議が始まるのでまたこんなにしませんか逃げられるわけにはいかないどうしても話すつもりがないのなら デタラメを言わないでください昇格には厳格な審査制度があるんです確かに品性も道徳も優秀なスタッフは宇宙ステーションから表彰されると聞いたことはありますが根拠のない噂に過ぎません最も高齢な先輩ですら見たことがないそうですカポ様を見くびらないで彼はそんな人じゃないカポ様は食器をくだらないものだと思っているんだ カポ様大百科バージョン4.0にも書いてある今カポ様を宇宙ステーションの代理所長に任命したとしても修行の秘密なんか言わないはずそその通りです私はそんなもののために貴重な品格を失うつもりはありませんああ,あなたはどうしてそのような邪悪でねじ曲がったことを思いつくのですか迷っているのではなく完全にレールを外れてしまったのですね あなたにはしっかりとした教育を行う必要がありますね。この後ゆっくり話をしましょう。カポ様のお手を煩わせるわけにはいきません。こんな海は私たちが代わりに処理します。しっかりして。 ここに来た目的を思い出して私たくさん説教をさり今まであなたの言葉はもちろん十分逃げられるわけにはいかないどうな,なんてことを言うのですか私を解雇する権利があなたにあるかどうかを知りませんがはっきりと言わせてもらいます今日 アスター所長いやミス・ヘルタが直接私に命令を下したとしても屈しません解雇されたとしても構いませんよたとえ私の命を脅かすような真似をされても私は知らないと答えるでしょうカポ様、ああ素敵すすぎるカポ様のファンでよかったアーランさんと約束をしたときカポ様はさっきと全く同じ言葉を言っていたぞ 命を脅かすような真似をされても私は知らないと答えるでしょう,うブーブー本当に泣ける今日帰ったらあのテープ起こしを印刷してくれファンミーティングで読んで暗記するぞテープ起こしアーランがカポーティーに依頼している場面が録音されていたの重要な手がかりがこんな形で現れるなんて さっっきテープ起こしのことちょっとあなたってばさっきからずっとカポ様にあれこれ聞いてるけどファンクラブに入りたいのその可能性はあるなじゃないとアーランさんがカポ様のもとを訪れたことを知るはずがないあなたカポ様第百科バージョン12.0の内部テスト版の内容まで知ってるなんて並大抵のレベルどうやらこの人は本当に 熱狂的な隠れファンのようだ俺たちは勘違いしていたんだな私たちと同じなら他人行儀でいる必要はないよねほらほらこれが最新版のカポさまファンクラブ入会パックだよそれからおまけにカポさま大百科の最新バージョンもプレゼントするね今回更新された内容ではカポさまの珍しい一面を見ることができるんだぞ <laughs> はぁ、あ、アーランは何を思ってあの口がよく回るカポーティーに修行を手伝ってほしいとお願いしたのかしら聞いたことがあるわ彼にはすごくカリスマ性があるってんちょっと他のことは後回しにしてまずは手がかりを調べてみましょうこの筆跡見覚えがあるわね ーランに似てる美しく繊細な花ですら苛烈な日差しには耐えられないカポーティは永遠にあなたのそばで優しさと思いやりを与えようこの少しねっとりとした感じ確かにカポーティが描いたものに見えるわこの写真どう見ても盗撮じゃないでもカポーティ公認なのね だって彼のサインがあるもの写真に人影が写り込んでいるようなこれはアーランということはアーランは確かにカポーティーに会いに行ったみたいねこれは動かぬ証拠よ宇宙ステーションのハンドブックだってこんな頻度で更新しないけどこれは録音を文字起こししたもの 心に準ずる修行って強気な上司とうまく付き合うためのものだったのアーランは普段私をそんな風に思っていたのね。アーランとはしっかり話をしなきゃね。まずは彼を探しましょう。ペペ、出番よ。 なんと防衛課のスタッフたちやっぱり取り逃がした半分室レギオンがステーション内に潜んでいたのね手助けをしに行きましょうう,うちのとっておきをくらいくるくるー <laughs> リ<ウ>めようか 設計みたいな自分の意志で結末にたどり着いてみせるお前たちどうしてここに来たんだそれなら気をつけた方がいいレギオンの残党が他にもいるアーランは不在だ宇宙ステーションのセキュリティに関しては特に気をつける必要がある全員しっかり覚悟し 集中しろはい代理の兄貴ああ彼は美月のところにいるだが彼の修行は個人的なものだ邪魔はしない方がいい兄貴の個人的な修行さすが男の中の男だあのような高みに達していてもさらに上を目指すとは修行なんだかただ体を鍛えるよりもすごそうですね 兄貴は毎日肉体の限界に挑戦して1人で宇宙ステーション内を2万1 3 5 8ルも走ってるらしいですよマジでかっこいいですよね高い目標に自身への厳しさ知ってるぜ絶対に心を磨くような修行だ兄貴はきっと滝を見つけて美月さんに頼んで水の温度を限りなく冷たくしてもらってるんだと思うでたらめを言わないでください 修行は滝行のように単純なものではありません僕が思うに兄貴はもっといろんな戦闘技術を知ろうとして現当たらずといえども遠からずといったところだなアーランは上司から与えられるストレスを解消する方法が知りたいと言いだからツ月を探すように言ったツ月に耐えることができたなら彼はもう怖いものなしになるだろう 俺は逆に代理の兄貴は賢いと思うぞ兄貴に弱点なんてほとんどないのにまだ上を目指してるなんてマジですごいですよね俺はアーランと任務を交換したんだ彼は美月と一緒に宇宙ステーションに出現した結晶の調査をしに行ったそして俺は彼の代わりに巡回をしているというわけだ 宇宙ステーションを巡回しやすいように通行証を1枚渡してくれた俺は壊された天井板を見つけたぜこの戦闘の痕跡はきっと兄貴のものだちょっとちょっとそれが手がかりになりますかこっちの地面に残ってるものの方がよっぽどいいと思いますよこの足跡を見てくださいサイズも力の入り方も 全部一致しています。これこそ兄貴が戦っていた証拠です。いや、知らない。彼は言わなかったし、俺も聞かなかった。自信を高めるのに理由が必要か兄貴のことを全く理解してないんだな。兄貴は防衛家では強くて繊細だと知られています。彼の行動の目的を理解できないのなら、 あなたはまだまだ物事を見る視点を養う必要があると言えます。兄貴は常に、事態を未然に防ぐために行動している。さすが宇宙ステーションの冷酷な高防衛カ、のリーダー彼は宇宙ステーションで、署名のない手書きのメモを見つけたらしい。そこには、上司からのストレスを和らげる36の方法が書いてあったと言っていた。それから、 修行に関することも書いてあったそうだまず「心に準ずるは」は心の中に生まれたストレスを見つめることで自身と向き合えるようにする修行次に「鏡とカす」は鏡のように他者が職場で感じるストレスを体験することでそれを多元的に感じ取れるようにする修行最後の「我を変える」は ストレスの中に自身を置くことで自分を変える修行彼が俺を探しに来たのは鏡とカスの修行をこなしたかったからだろうアーランを探したいのなら美月に連絡をするといいだろう職場のストレスいかに強気な上司と付き合うかアーラン。 ごめんなさいあなたにそんなにストレスを与えていたなんてそうね私もアーランが感じていたストレスについて知りたいわあこの通行証ペペの写真が彼はペペと家族のように仲がいいから遊んでやってと言ったんだけどまさかそういう。 仕事の範囲外のお願いが彼のストレスになっていたの見てアランってばペペの写真をプリントアウトして常に自分の気を引き締めているのよ見てこの天井はめちゃくちゃになってるアーランは心に鬱憤を溜め込んで発散する場所がなかったからモンスターを攻撃するしかなかったのね このサイズは確かにアーランのものね。足跡から察するに、私が彼に買ってあげた靴だわ。もしかしたら、その靴も彼にとっては足かせでしかなくて。そうね。やっぱりアーランは早く見つけないと。直接、彼に謝りたい。ペペ、行きましょう。 写真を見せただけなのにペペにはナノの居場所が分かるの本当に匂いだけを頼りにしているのかな でしょでもこの子見たことあるようなあっもしかしてアーランのペペ残念だけどご主人様は一人で調査に行ったからここにはいないよそうだね確か道中ずっとタンコ尊敬できる男だってあとみ月と一緒に任務をこなせば 最終の修行を成し遂げられるはずとも言ってた <laughs> アーランにいろんなことを教えられるうちってすごくない一緒に不審な結晶の調査をしてたんだでもアーランは「自分を変えることができなければ意味がない」とか言っててなんかすごくストレスを感じていたみたいだからアドバイスをしてあげたんだよそんなに自分を証明したいのなら。 口で言うだけじゃなくて行動しないとってそれらしいことは言ったけど彼がどんな修行をしていたかは知らないんだよねでもうちの話を聞いてアーランは炭鉱の言う通りだって言ってたよそれから一人でどっかに行っちゃったその時後ろからアーランの姿を一枚撮ったんだよ見てかっこよくないアーランを探しに行くんならうちも一緒に行くよ アーランを一人にするのは心配だし。 前に文献で性格内部の波動によってでっかいが出現するって読んだことがあるわアーランえっ大丈夫だようちはいっぱい見てきたから一つや二つあっても問題ないよアーランの本も無事だといいけどお嬢様貴様たち どうしてみんなで来たんだこいつは初めて見る見た限り侵食を受けて変異した新たな個体だろう,う,うっああまだ分かってないのね人間は星空を掌握する欲望を隠さぬ私もよぐるりんこんな大きなダイヤモンドあげるね こいつ手強わそうルールは破るためにある、うん、こいつ手強わそう何見てるの 始めようかうっはっはっリュウ。ついてないね。<laughs> リュ<ウ>即戦即決で行こう。はっ感謝してね。たまには真面目に行こう。うちのとっておきをくらい。 今日ねまだ分かってない人間は星空を掌握する欲望を隠さない私もようちの出番 <laughs> 始めようか<っ>自分の意志で結末にたどり着いて 即,戦即決でいこう、はあっクドリン何見てるのこんな大きなダイヤモンドあげるね <laughs> 自分の意思で結末にたどり着く。お嬢様大丈夫ですかアーラン私お嬢様どうして泣いているのですか怪我をされたのですかごめんなさいは 私が普段からストレスを与えてあなたを苦しめてしまっていたしかもそのストレスを和らげるために専門的な文献まで調べていたなんて本当に想像もしてなかったのあなたにそれだけの負担を強いていたなんてごごめんなさいお嬢様俺はお嬢様に対してストレスを感じたことはありません アーランもうごまかさないであなたの今回の修行について彼女と徹底的に調べたのよもしそれでも私の謝罪を受け入れる気がないのなら一つ一つのことに関して深く反省して私の決意を示すしかないわしかしお嬢様まずあなたの心に準ずる修行上司の心理を深く理解するために 会話のシミュレーションに付き合ってもらうようカポーティーにお願いしたのよね証拠はまずあなたの心に準ずる修行上司の心理を深く理解するために会話のシミュレーションに付き合ってもらうようカポーティーにお願いしたのよね証拠は これが最も重要な証拠このテープ起こしにはあなたがカポーティーに助けを求めた内容がはっきりと書かれているわ強気な上司職務の範囲を超えた仕事ってカポーティーは私の言葉遣いを知らないからモノマネは微妙に似てなかったけどこの具体的な内容は明らかな証拠でしょやっぱり私こそがあなたのストレスの源なのよ お嬢様、確かに俺はカポーティーを探しに行き彼にアドバイスを求めましたしかしお嬢様は関係ありませんお嬢様と一緒にいてストレスを感じたことなんて一度もありませんから、はあ、アーランまだ私の謝罪を受け入れてくれないのその考えを打ち砕くためにはもう一つの重要な証拠を提示する必要が私は 心に純ずる修行以外の話も知っているのあなたが炭鉱さんに依頼して鏡と貸す修行をこなそうとしたことも分かっているのよアーラン私は本当に申し訳なく思っているの炭鉱さんと話すまであなたが大きなストレスを一人で抱えているとは知らなかったお嬢様俺は本当にもういいから証拠があるのよ それがこの天井板よこのえっと天井板はあなたが壊したものよねすみません必ず修理します普段あなたは口数は少ないけど粗暴な人ではなかったわ天井板を壊すなんてそれだけ強い力を込めたってことよねそれはあなたのストレスが大きく根深いことを示しているわ ちょっと意味がわからないかもあんた別の手がかりはないの重要な証拠はこれよこれは普通の宇宙ステーションの通行証じゃないわこれには非常に重要な写真が貼られているそれはお嬢様俺はペペが好きなのでいいえアラン嘘をつく必要はないわ もちろん、あなたが自分に徹底的に言い聞かせて、自身を完全に騙せているっていう可能性も排除しない。あなたとカポーティーのシミュレーションの内容、それから、業務計画の記録に書いてある、ペペと一緒に電子投影フリスビーで遊ぶという話、すべての証拠が表しているわ。ペペと遊ぶようにお願いしたことが、あなたの一番のストレスになってるってね。 あなたはペペの写真をプリントアウトして常に気を抜かないようにしているこの通行証を見るたびにあなたは自分に言い聞かせていたんでしょアーラン貴様は気合を入れてペペと遊ばないといけないこれはアスター署長からの依頼だからもし彼女の前で間違いを犯したらきっと罰せられて苦しめられる 俺はそんんなこことと考えたこともありませんお嬢様お嬢様俺の数々の修行はあなたとは無関係ですお嬢様からの任務は業務の範囲外であってもこなしてみせます特にペペと一緒に遊ぶのはとても楽しいですしうちもアーランは別にアスター所長に対して何の不満も抱いてないと思うよ でもアーランの直属の上司は私だけ私以外に誰がいるのストレスを解消する方法を学ぶためにツキちゃんにまでアドバイスを求めたのよえ嘘アーランがうちと一緒に任務に出かけたのってストレスを感じるためだったのはあでもラッキーだったねアーランと一緒に任務を最後までこなしてたら それほどストレスはなかったかもだし <laughs> 偶然正しい判断をしたみたいだねタンコ売ってばなんて言ってたのミツキは他人の悩みを解決するのがうまいみたいなこといずれにせよ今日は絶対に私が反省していることをアーランに知ってもらって謝罪を受け入れてもらう必要があるのしかしお嬢様 もういいアーランあなたのストレスは私にも分かる特にこの写真を見た時とても悲しかったのそれってうちが撮った写真じゃ私はいつも任務や依頼をお願いしているのに戦場に向かうあなたを見届けたことはあまりにも少ない この写真そしてさっき一人で戦っていたことあなたに大きなストレスを与えていて本当に申し訳なく思ってるただでさえ業務で忙しいあなたを素敵な用事でさらに忙しくさせていたなんてアーラン本当にごめんなさいお嬢様 なんだかすごく感動しましたしかし俺が修行を始めた理由は実はミス・ヘルタにあるんですミス・ヘルタは宇宙ステーションに来るたびに俺にさまざまな防衛課の業務班以外の仕事を依頼してくるんです俺は拒否する勇気もなくて ミス・ヘルタは上司としてはあまりにも圧が強いですから彼女が持ってきた新しいサンプルの実験体になれとか聞いたこともないような古い書籍を探せとか以前ならそれらの依頼も特に問題はなかったのですが今は反物質レギオンの侵入騒ぎが少し落ち着いたばかりでまだ多くの残党がいます俺はそいつらを排除することにもっと時間を割きたいのですが つまり前もって練習をすることでヘルタの依頼を断れるようになりたいって思ったんだねああ残党を排除する時に名前が書かれていない手記を見つけたんだそこには上司からのストレスを和らげる36の方法と修行に関する内容が書かれていたああ手記には修行に関する注釈も書いてあったから俺も試してみようと思ったんだ 申し訳ありませんお嬢様つまり私はあなたにストレスを与えてはいなかったってことお嬢様に対してストレスを感じたことはありません誤解が解けてよかったね二人ともよく反省するんだよあんたもそう思うでしょそうそうって違う いい雰囲気がぶち壊しじゃんさっきから繰り返してるけどタンコウは何て言ってたのとにかくお嬢様と一緒に俺を探しに来てくれて感謝する本当に感謝してるなら後でペペと一緒に電子投影フリスビーで遊ばせてよね